日本埼玉県、戸田市重生世は、埼玉県戸田市北西部の大技。旧二座郡下内牧村座重世、原通り、北地蔵木南地蔵木山室、有毛、渦、奥渦、の中。郵便番号は335-0000。2010年2月1日現在の人口は0人。戸田市の北西部、荒川邸外に位置し、北部を極盆。 東部及び南部を内田に荒川を挟んで、浅霞市、下内木及び上内木と接している。区域の東京は荒川の急流路であり、かつてはこの境界線上に荒川が流れていた。中央に人工湖である荒川第一調節地、彩り湖が南北に貫いている。南北約1 2トル東西約0 9トルを占める。 彩り湖の東岸と西岸は、橋で、行き来できるが、荒川を挟んだ、浅霞市と表との間は直接行き来することはできない。表地区全域が、荒川砂岩の河川敷であり、定外地であるため、荒川の増水時には、全域が冠水する。また、地内の全域が、彩り湖、ドーマングリーンパークの施設内であるため、現在居住者はない。 1591年5月17日、前年の小田原上落城を受けて、徳川家康が、加藤原志郎正勝に内巻のイルマ郡池辺村、大仙波村合わせて300国の土地を与えたと、されている。表はこの内内巻の一部だったとされる。荒川左岸にあった、表は元来水害の多いところだったが、1629年に、旧イルマ川が、 荒川の本流になって、五水害の常習地域となった。たびたび水害に見舞われるため農民は、土地の高いところに畑を作り、他はもっぱら原野での採集を産業としていた。周囲を川と原野で隔てられていたので近隣の村との交わりも疎く、貧しく質素な暮らしぶりだった。外来者がほとんどない上に貧しい村だったために、 家々は戸を閉ざすことがなかったと言われる。江戸時代に入って、午後領所となり、さらに後過火世紀には、大官川崎平衛門の支配となっている。1627年に、江川太郎左衛門による検知を受けている。明治時代に入って、表地区の属する市も、内巻村は1872年の、大区小区制では、第二大区第六小区。 翌1873年の熊谷建設地以降は、南第二大区第六小区に配置された。1878年の、軍区町村編成法において、大区小区制は廃止されたが、1889年4月1日の、町村制施行の西下内牧村は、上内牧村、浜崎村、宮戸村、田島村と合併し、新座軍内関木村となり、 表地区はそれぞれ内巻村大技下内巻に属する障子となった。この頃の表地区には表、原通り、北地蔵木南地蔵木山室、有毛渦、奥渦、の中の小技があったとされる。1896年3月29日には、呉京村及び新倉村の一部を除いて、北足郡への統合が行われ、表地区は、 北立群内館、木村大技下内紛のそれぞれ小技となった。1910年8月11日の荒川大洪水では、家々は、軒先まで水に浸かり、人畜、家屋、田畑に、甚大な損害を受けた。これを受けて荒川は大規模な改修工事を行い、流路の変更が行われた。その結果、1923年工事は完成したが、 尾瀬地区は、荒川の西岸から東岸に移り、内間木小学校に通う児童が、夫婦のため都線の出ない日は、秋ヶ瀬橋を経由しなければならないなど不便が多く、1944年2月11日の、戦時町村合併促進法により、内巻村が、四季町、入間郡州岡村、水谷村と合併し、四季農町となった際、尾瀬地区は、 北足立群三笹村に編入され、北足立群三笹村大技エセとして独立した大技となった。河川改修の結果、表を含む定外地は堤防による恩恵を受けることが全くできなくなった。また、蛇行した流路が直線化されたため、秩父地方に大雨が降った5時間後には、表で出水し、大雨情報を受けてから、 水防の準備を行うことが事実上不可能になった。また、河川法施行による指定地域内に入ったことで、丁内地の高地以外の利用が不可能になったため、河川改修の際に破壊された畑囲去外周を修復できなくなったことや河川、改修工事の結果、それまで用いていた井戸が自噴しなくなる、当地区内の居住環境を呼び、工作環境は悪化の一途をたどった。 このため国に当てて請願書や陳情書が複数回出された。こうした運動の結果国は移転費5000万円を計上し、1954年10月1日から1955年3月1日までに移転を完了せよという通達が出された。この際に31個の民家と3個の戦場生活者が全個移転を行い、表は無人化した。 このうち美女儀ザバン正面に集中した集落は、十世の集落名をそのまま引き継いだ。この表集落は、現在の美女儀一丁目の一部にあたる。この後1957年7月1日には、戸田町に編入合併され、北足郡戸田町大あざ瀬となり、1966年10月1日には、市政志向により、戸田市大あざ瀬となった。 1942年に居住していた34世帯及び戦場生活をしていた3世帯の移転先は可表に示す通りである。市内にバス路線は存在しないが、東側の美女儀八丁目に設置されている国際工業バスのドーマングリーンパーク停留所が最寄りの停留所となる。ありがとうございます。